こうすればいいのから大丈夫かなえごめんなさい端末回して今元に戻ったっぽい戻ったかな戻ったっぽいなめんなさでなんで,なんで私10分前ぐらいからこのまま待機しててなんで いちゃんに聞いてみようどうしようどうしようどうしようねえ私が横になれば <laughs> 私がむずむずねえあのねもしもしあのなんかショールームがさなんか縦向きになっちゃってつけてほしいんだけどえうん うんうん。OK。でできたえさっきからねこれしてるんだけどねなんかな何秒か後にまた戻っちゃうんだよね。<laughs> うん、あっ、うんうん 一回立てて、ね。ああ、ごめんなさい。ちょっと。どうしよう。ちょっと立てでも大丈夫ですか。の またお願いします。この状態からまたスタートということで <laughs> もう今日ちょっと張り切って、髪もちょっと巻いたんですけど大丈夫そうですかすいませんご迷惑をおかけしちゃってどうしよう 画質悪くないですか大丈夫かなねえもう… <laughs> ごめんなさいなんで今日こんなハプニング続いちゃうんだろうなんで <laughs> どうしようなんで なんでラストチャンスラストチャンスはいラストチャンス、OK、はいはいお願いしますよろしくお願いしますはい今 w i f i 切って切ったら多分 w i f i 加工が悪かったのかもしれないですお願いします うでしょうかはい改めてこんにちは昨日ぶりのね配信なんですけど今日も来てくれた方がいらっしゃってすっかり嬉しいですはいさあ <laughs> ちょっとね巻いたのになんでだろう取れちゃっていや今日はハプニング続きだうん でもちょっと皆さんがいるからはい頑張りますはーいということで <laughs> そう今日ねあの渋井ちゃんと昨日ボイスメッセージでやり取りするっていう話をしたんですけど今日もボイスメッセージで話してその時に「な今日渋井ちゃんの配信見て私は」でそれで。 なんか前髪カらこうやってやってるの私見っちゃってでその子と話したらじゃあちょっとミナも見ようって言われちゃったのでもしかしたら今日ミナちゃんがね来るかもしれないですね <laughs> ついさっきまで「ユナヤな」の川島優ナちゃんの配信を見てましたちょっとツインテール超絶可愛かったですね ね私最初にやった配信で若干ツインテールして <laughs> でもねそうまめったんだけどメりちゃんみたいになっちゃうんですよすっごい子供っぽくなっちゃってなので今のところはまだね伸ばしたままでいきたいと思いますね そう今日ねあのー、なんだろう私ガチャガチャするのが好きでその頻繁にじゃないんですけどそのねガチャガチャでちょっと前にガチャガチャしたのを見つけてこれ <laughs> あちょっとねコメント静香ちゃんっぽくていいっすよ <laughs> 確かにこの中さだるとジャスト静香ちゃんって感じですね。 <laughs> ニコ生の浴衣写真よくしたからサイン当たるといいな <laughs> 本当ですね私もちょっとサイン当たりを願ってますていうか本当は皆さんの分全員分書きたいです稲々も言ってたけど多分みんなね全員分ね書きたいなって思ってますね <laughs> そうこれなんかそう「Yes」と「No」って書いてあってガチャガチャ <laughs> で あったのですごい興味が湧いてガチャガチャしましたこれなんかピンポンピンポンは普通なのになんかブーブーの音量だけすっごいでかいんんですよね <laughs> なんかピンポンがじゃないですかでもこれブーブーがめっちゃでかいんですよ <laughs> あのねだから一回ガチャガチャしたあと一回鳴らしてみてどんなんかなと思ってそしたらピンポーンはいいのに <laughs> そう、ごめんなさいイヤホンだとびっくりするちょっと待ってじゃあこうやってしてノ o しますね本当にうるさいあごめんなさいそうなんかねこれこうして だだったらまだ <laughs> いいんですけどごめんなさい耳がごめんなさいごめんなさいちょっとじゃあこのぐらいでやめときましょう,そう脳の主張が激しくてこれ思っていたよりイスの音量がちっちゃくてあちっちゃい分かんない多分脳の音量が <laughs> 脳の音量がでっかすぎてさ <laughs> 本気で落ち込むブ分ー,ーや。 確かにユースはねユースこっちユースはなのにねぷプープーあの量できたちょっと落ち込みます <laughs> っていう紹介をしたくて今日は持ってきました <laughs> そういっつもねこうなんか電池消耗したくないのであのこれこれ入れててこれなんか電池フィルムみたいな入れてるんですけど 今日は久しぶりに抜いてやりました。<laughs> ね。<laughs> エレベーターに入れなかった時の音みたい、エレベーターに入れなかった時、こんな音するんですか。<laughs> 結構ショックじゃないですか、それ。そうなんだ。<laughs> ね。褒められて伸びるタイプにはしんどいやつ。<laughs> 確かに。 <laughs> 全然飲めなくなっちゃいますねそれは <laughs> 否定されるスタイル <laughs> 確かにこんばんはだから麺だからね <laughs> ちょっとねこれはねそのガチャガチャどこにあるの初めて見たこれはなんだろうでもガチャガチャゾーンにありました ドー,ンって <laughs> ドーンってあってで4どれだったかでもなんか、うん、なんかすごいこんなこのガチャガチャとかあんまり見たことないのでしたくなっちゃってしましたしちゃいました <laughs> そう <laughs> 握手会とかでさこうやって来てさ <laughs> 今の対応がよかったらイエスなのにさ今の対応が「ん?」だったらあの来てくださる方がブーブーとかしたら <laughs> ちょっとねメンタルがね <laughs> やばいねそれは本当にも <laughs> ねイエスかノーで質問しますしますかじゃあちょっとノーの時は。 脳の時はここを隠して。でします。こうしたら多分ニュースと同じぐらいの音量になります。<laughs> 今までどんなガチャガチャした？今まで私おもちゃ系が好きで、なんかこの前はなんか？ポンスかみたいなあ。なんかボタンを押したら、なんかピコピコハンマーのキャラクター同士がお互いに叩き。合う みたいなガチャガチャしましたでちょっと前は UNO を UNO のガチャガチャをしましたちっちゃい UNO がたくさん入っててしたいなと思っていつでもできるからそうしました <laughs> ねえほっりあちゃんの雪の花良かったよ りあちゃん、とととチャンネルですかモップされてました?。モップされてたんですかちょっとまだチェックできてないので、早く。見たいですね。雪の花わ、素敵。今年最。もの、雪の華。ですね。え、聞きたいな、姫の歌声。ね。 のガチャとかあるんんですよなんかちっちゃいどんぐらいこんぐらいのこんぐらいのうのがなんか本当にその枚数分入っててそれがちっちゃくなったっていうバージョンですねうんうん <laughs> そうこれをね一回爽やちゃん森崎爽彩ちゃんと勝負してまさかの全部負けちゃいました誤解したのに全部負けちゃいました <laughs> でも UNO で神経衰弱したら勝てました <laughs> 神経衰弱かかってたんですけどなぜか UNO では5回とも全部負けちゃいましたさやちゃん強いですね UNO すっごい強いね姫の雰囲気めっちゃよかったえー、見たいよ見たいよ姫はもうなんか雰囲気からしてね なんだ美しいって感じがするから歌声もね,ね美しいからね見たいなね <laughs> <laughs> ね、今のガチャのクオリティすごいねえ本当にクオリティ高いですよねなんか。 私も前までそんなに興味なかったんですけど最近になって急になんかガチャガチャすごいなってなってきてガチャガチャしました記憶力系は強いんだね記憶力系は強いですね多分あのテストとかの時も短期集中型なのであの暗記するところは 楽に覚えれるんですけど計算とかになると前々から準備しとかないと解けないっていうことが多いですね暗記は基本得意ですでもなんだろう例えば私お家でメガネかけてるんですけどメガネ外してどこに置いたか忘れちゃうっていうのよくあります何秒か後に忘れちゃうんですよね でしかも眼鏡なくて見えないからどこに行ったかすらなどこにあるかさら見えないっていう最悪な状況になります <laughs> そううので神経衰弱するするんですするするするのを初めて聞いた <laughs> そうなんか同じ数字が4枚あるじゃないですかうのってあ数字 4枚あるから22でこうやってペア作っていくっていうのをさえちゃんとしました私もねいつか「たっとっとチャンネル」で歌えるように頑張りますその時は聞いてください <laughs> <laughs> ね <laughs> そうそうガチャガチャね ガガチャガチャャね <laughs> すごいすごい今唐突に思い出してあの,あの少し前にしたガチャガチャありました近くになんか「森永練乳氷」って書いてあるガチャガチャでここに「 なんか織永練乳のスプーンとアイスがちょっとついてるガチャガチャですなんかいろいろパルムとかピノとかあったんですけど私はこれが出ましたなのでちょっとリュックにつけようかなって思ってます牛さんなんですこれこれ <laughs> 得意教科は 得意教,教科だと英語が得意です。英語が得意。基本的に自分文系やと思ってます。文系で逆に理系がちょっと苦手科目ですね。でも頑張って勉強してます。メガネあるある。そうメガネあるあるです。メガネなくしちゃうの。 メガネは度があのちょっと強めなので、かけた目がすごいちっちゃくなります。<laughs> なので、ねメガネメガネ。ね,ねコンタクトはつけないなコンタクトはなんだろうコンサートとかあって。 イベントとかあったりする時につけてますなので皆さんの前に出る時はつけてます大概よく見えるようにしたいのでそういう時はつけてます4そうアイスのやつですから今日はアイス食べてないんですよねアイス食べたいなねえ 練乳好きなの練乳、私実は食べたことなくていちごに練乳とかかけますよねでも仕掛けたことなくて練乳食べたことないんですよまだそう練乳食べたことなくてうんね <laughs> ほほ そうだよ、目がね、あでもここのココハちゃんが理系ですごい数学得意なのでちょっとわからないとこあったら聞こっかなって思ってます。全然ねしてる範囲違うんですけどもしてやね何年生だっけ中学2年生か大人っぽいなんか6期生すごい大人っぽい子多くないですか なんか全然中学生に見えなくて小学生には見えないし、ね、あでもなんかお菓子とか食べてる姿見たらあーなんか小学生らしさが見えてすっごい可愛いなってなるんですけども基本的にあんまりなんか、ね、メンバー基本的にすっごい大人っぽいなって感じますね。う 練乳めっちゃ甘いそうなんだやっぱ甘いんだねいちごいちごはいちごは何何派ですか私はそのまま派ですいちごはそのまま食べますえでもなんだろうケーキとかに上にのってるいちごに生クリームとかつけても美味しいですよね <laughs> 美味しいからねかき氷もいちご味が好きです 王道のいちご味が好きですね私はいちごが好きなのセブンのいちご練乳氷おすすめそんなあるんですかいちご練乳氷了解ですちょっとそれで練乳デビューしてみようかなセブンは温州みかん氷っていう合いなの氷なんか 氷の上にみかんが乗っててしかもその下の土台の氷の中にもつぶつぶのみかん入っててすっごい美味しいんですよなのでそれもおすすめです私はそれがおすすめです普段博多弁って出ないの普段博多弁出ますでも多分今は敬語で話してるからあんま出ないんじゃないかなって思います普段は と話し寄る時とかも「何しようと」とか言ってますね「そうチちゃ」とか「そうチちゃ」も「そうチちゃ」って言うあれソそうちゃって言うっけそう <laughs> チちゃは聞いたことありますそうチちゃは <laughs> 今日はお腹なりませんよというかご飯食べました 今日はオニオンスープと海苔巻きを食べました。美味しかったです。今日もご飯は美味しいですね,ね。あ、でも私のメガネ姿ってなんだろう。もしアンダーデビューがあのー、K Four さんだったらあのー、合格キスで見れますね。もし キさんのアンダーだったらねザ理系って感じの眼鏡つけますねあれは頑張ろう頑張ろうそう, <laughs>、ね、<laughs> そうねそうねそのままか砂糖砂糖 いちごに砂糖をかけるんですかえそれはしたことなかったそうなんだいちご凍らせるとさらに美味しいかもいちご凍らせてみたことない凍らせたい凍らせちゃいますありがとうございますえそうなんだ初知りだよっしゃいいこと聞いたぜ「ドラキングっていちごのドラ焼き食べたことあります?」名前は聞いたことありますドラキング お土産ですけど、なんかでもまだ食べたことはないですねなので食べたいです食べたらまた HKT48 メールで報告しますドラキングちょメモしとこう。ドラキングはいメモしましたチェックしてきます桃がたくさん乗ってるかけ氷めっちゃ美味しかったよ なんですかそれ絶対美味しいじゃないですか桃が入ってるだけで無条件に美味しいのにかき氷ってなったらこの時期はもうサイアンドコーですねいいないいな何何何それね基本的にフルーツはなんだ何でも食べれるのでなんだろう 多分何言われても「あ美味しいですよね」って言っちゃいますね <laughs> そうね抹茶しか勝たん抹茶も美味しいですよね抹茶のかき氷抹茶のかき氷なんだ和風な感じがして美味しいのかでもなんか抹茶抹茶すごい好きです私も美味しいですよね抹茶 私昨日ぐらいにスターバックスの話して、ね、その抹茶フラペチーノを多分一番飲んでますそう博多弁聞きたい博多弁どのセリフが聞きたいですか何しようととかですか <laughs> 博多弁あ おっとととっとってって言っとったとになんでとっとってくれんかったとって言っとうと <laughs> はい片辺言いました片辺言いましたもう少しだお話し変えだけどその時も敬語で話すえー、っと多分基本的に初対面の方は敬語で話しますね敬語で話しますけどなんだろうなんかため口でとかい 言ってくださったタメ口でも話しますしでも時々タメ口になっちゃうかもしれないですね <laughs> はいカメラ目線でピンクカメラカメラ目線これだいた <laughs> はい来ましたよねえ そうね、チーム H さんでも k 報さんでもどっちのアンダーもできるようになれるように今頑張って練習してますはいマカ <coughs>、ま、っちゃんラー,メンですかラーメンはマカ、ま、かっちゃんも美味しいですね私も食べてた記よくありますマカ、ま、っちゃん,なんか HKT48 が一回 CM 知ってませんでしたもかっちゃんしってったよねしてた気がするう <laughs> ん糸島のお土産なんですねドラキングそうなんだチェックしておきますほっ指ハート にゃーんねえしてましたよねまかっちゃん私あの CM はずっと覚えてます何んだろうでもなんかずっと記憶にありますね豚骨のラーメンも食べれるの豚骨のラーメンは全然食べれますむしろんだろうあの一蘭さんとかの豚骨ラーメンもよく食べますねうん 麺は固めが好きですそう私歯が強く硬いものをこう食べるのが好きでなのでよく硬いめのものいりことかいりことかも好きですいりことかも好きだしかパンとかも好きです <laughs> 味噌ラーメン食べれなさそう私今味噌ラーメンが一番好きなラーメンです はい今は味噌ラーメンが一番一番というか好きです味噌ラーメン好きですうん <laughs> そう片パンは普通の味が好きですうんシンプルイズベスト カタパンは何で食べたんだろうなんかのなんかのフェスかなんかに行った時になんか出店されててカタパンが。それであの試食食べて美味しいってなって買った記憶があります そう買ったパンうんでも最近は食べれてないですね結構あのそのフェスみたいなのがあった時に買って食べたの以来食べてないですねど <laughs> ふるふるの明太フランス知ってるふるふるえでもえなんかそれすっごいなんか有名なお店ですかなんか聞いたこと えなんか多分誰かの配信の時にコメントでフルフルの明太フランスさんの <laughs> フルフルさんの明太フランスのこと書いてた気がします、ね、<laughs> そう名古屋名物に小倉トーストってのがありますえーそうなんですね名古屋名物 オグラトースト覚えとこうオグラトーストオグラトースト OK 覚えときましたオグラトースト銀 <laughs> チョコってパン知ってる銀チョコってパン知ってますあの、まあ、んか銀色のパッケージに包まれてますよね確か フルフルは明太フランス発祥のお店だよ。そうなんですね。そうなんだ。すごいな。明太フランス発祥のお店って。ね。お披露目配信見て、ざちゃんが1番気になってきました。本当ですか。ありがとうございます。嬉しい！お披露目ってあの熊本ですかね？熊本の時はすっかり緊張してましたね。前日も自主。 た時に、の、自信に来てたメンバーと。ちょっと、やばいやばいやばいって、ちょっと言い合ってました。懐かしい。あ、今日で、今日何日だっけ。今日八月。お披露目が五月のなんやったから。今日で、お披露目から三ヶ月経ちました。ありがとうございます。うもう三ヶ月経って。 こうやってね、皆さんとお話しできるまでに慣れて、本当に嬉しいです。いつも見守ってくださってありがとうございます。三ヶ月、四ヶ月、五ヶ月もずっとよろしくお願いします、ね。早いね。パチパチパチ。早いね。本当に早い。よし。あ、そう皆さんに紹介したいパンが。 ハニーバターパンっていうパンがあってハチミツ好きな方にすっごいおすすめです。はちみつとバッターが何だろう一緒になっててそれをパンに絡めて焼いてるって感じですっごい甘くて美味しいですハニーバターパンは。で私 ずっと甘いの食べてるとちょっともたれちゃうんですけどそのパンは全然もたれないですすっきりした甘さで美味しいんですよ本当にはいねコメントコメントハニーバターパンでも結構なんだろう 結構売ってるところ、よく見ますね限った店舗じゃなくてもそうあそうあのなんだっけあのメンバーからあのメンバーからサーヤちゃんとヒーローちゃんから一回メロンパンいただいてそ,うそのメロンパンが美味しくてなんか名前がとびきりのメロンパンっていうメロンパンで。 すっごく美味しかったんですよ。なんだろう。甘すぎないメロンパンで。とびきりのメロンパン。とびきりのメロンパン。そう。蜂蜜の甘さ好き。ね蜂蜜美味しいですよね。蜂蜜。うーん。うん。追いバターと蜂蜜が好き。 わかるそれわかりますそれあのなんだろうジャガバターとかでもお湯バターそういうのすっごいねっですよねおいしいけどその分ハイ、はい、カロリーだからねでもおいしいもんって基本的にカロリー高いからそこが難点ですね今日は爽やかな緑色の服着てます <laughs> うん <laughs> ねえうそう坂本里乃さんもメロンパンがお好きらしくて一回メロンパンの話を一緒にしましたなんだろうなんか「メロンパン私も好き」って言ってくださってすごいね、ま、周りにメロンパンとか。 自分の趣味が合う方がいらっしゃるとすごい嬉しいですねそうね <laughs> バターアイス食べたことあるバターアイス食べたことないですバターアイスないんですよあの一時期ちょっと話題になってましたよねバターアイスその時にはまだバターに気づけてなくて食べてなかった ねバター <laughs> ねバターバターバッどっちだっけバター好きです <laughs> やっと使えた <laughs> いつか使おうって思ってたんですけどやっと使いました <laughs> そのために持ってきました今日ヒヒ <laughs> はい、もうブーって押しませんブーってね押しちゃったらイヤホンの方が多分結構耳がわーってなっちゃうのでもう,もうイエスしか押しません多分何人言われても今ならイエスって言いますフフフスクイズゴが悪いねっメロンパンメロンパンは本当にえな。 あのい一時期あのセブンイレブンさんでなんかヨッシーのメロンパンっていうのがあってそれがすっごく美味しかったんですけどもうコラボが終わってていつの間にかなので買いだめしてたらよかったなって思っていましたうんそう結構前なんだけどねそれはそう ね、さあマリオスーパーマリオとコラボしてて確かセブンイレブンさんがその時にヨッシーのメロンパンを食べて <laughs> それですっごい好きになりましたそこでもうメロンパンおいしいなんか昨日からずっとメロンなんか食べ物の話しかできてない気がするありゃ なんでででしょうねなんでいつ食べ物の話になっちゃうんだろう <laughs> いつの間にかね食べ物の話になっちゃってほんとにもねえメロンパンアイスも美味しいよねメロンパンアイス食べたことないですえ食べたえ絶対あの美味しいものかける美味しいもんで絶対美味しくなるじゃないですか絶対美味しいじゃないですかそれは。 ねうん食べ物の話は楽しいからいいですね握手会でも話し会でも食べ物の話 <laughs> しますか <laughs> そうね食べ物か食べ物の話にしかならないから待ってちょっと待って何の話しよっかなじゃあ。 何の話、どんな話が聞きたいとかありますか今ならね、イエスなので <laughs> 大概イエスです、今日はね <laughs>、えー、ザワちゃんの趣味って何趣味は読書ですなので あの基本的に学校の休み時間は読書してます。あのー、なのであの次の教科が、あのー、えなんて言うんだろう次の教科ギリギリが始まるギリギリになってあ次これいる,いるじゃんってなって急いでロッカーに行ってますね。<laughs> そうなんか 終わったらすぐ本開いちゃうんですよねどんな本読むあ、小説が多いですねでもこの前本屋さん行った時に久しぶりに絵本見つけてお化けの天ぷらとかあれ自分的にすっごい好きな絵本だったのでなんか見つけて嬉しくなりましたお化けの天ぷらあとハナペコアームシとか王道ですよね あの絵本界ではそれと個人的にすごい懐かしいってなったのは「ミッキラモッキラドーンドン」っていう <laughs> 絵本がすっごく懐かしいなってなりましたそう「グリとグラモン」なんかおっきいホットケーキみたいな回すごく好きですあれね絵本もいいよねそう かなえさんの作品も読みますもうすぐなんか映画ありますよね原作が湊かなえさんの。ね。<laughs> そう私なんだろう「六期生オーディション」の自己アピールの動画では東野慶吾さんの作品が好きって言った,言ったんですけど。 今も変わらず東野圭吾さんの作品は好きです基本的にそうだな,などんなジャンルが好きなんだろうミステリーが好きなのかなどんなジャンルでも読めます基本的にねえ渋井ちゃんが本読んでないから読書感想文書けないって言ってた <laughs> 渋いちゃん読書感想文確かに大敵ですね、あれは。ね。読書感想文だって、章を取り、狙って、なんか、章、なんかなんだろう、う図書カードが欲しくて、で、頑張って書いたんですけど、<laughs> 小学校の時から、小中。で、図書カード <laughs>、 図書カード欲しくて頑張って書いたんですけど見事に全部落選しました <laughs> あ読書感想文難しいからですねねみなちゃん頑張って応援してるよ <laughs> 見てるかなね 東野さんは家に前作あるの本当ですかすごいすごい前作あるのはすごいですね東野さんの作品あそう東野圭吾さんの作品レイアちゃんもいくつか読んだことがあるって言っててなのでこの前っていうか何だろういつだったっけ ツアーファイナルのリハーサルの時の待機時間に東野さんと話をしました一緒に小説どんな作品読んだとかそういう話をしましたね一緒に流星の絆は今読んでますそう流星の絆読んでたらやしらラが食べたくなってきちゃうんですよね <laughs> ねえ <laughs> 難しいよねなんか文章書くの難しいから作文とかもすごい苦戦してた思い入れがあるずっと作文もいなん家に持ち帰って考える時間がすごい長かったです自分は、ね「沈黙のパレードの公開が楽しみ」あえがすっごい見たくて面白そう面白そうっていうか 予告とか見ても。すごい胸がドキドキしちゃいます。ねえ。<laughs> ねえ。小学生メンバーの宿題手伝ってほしないの。小学生メンバー。事務所に宿題は持ってきてなく。持ってきてなくて、なのであんまり押し手伝う機会がなくて。手伝えるんだったらね。手,手伝う。 で、手伝えしたいですね。ね、本当に。ガリレオの新作、待ち遠しいですね。新作出るんですか?。そこまで情報が。しまってなかった。そうなんですか?。ガリレオシリーズは。え、ガリレオシリーズ出るんですね。楽しみにしておこう。ね。うーん。 原稿要素読書感想文は書いてなんか全部消しちゃっての繰り返しで書いてましたね小中学生の時は。なのでもう書き跡消しゴムの跡がすごくてそれが思い出じゃないけどちょっとそれが読書感想文を思い出させますね。 パレードが新作なんですか。あれ沈黙のパラパレードって映画じゃないんですっけ、あれちょっと待ってえでもあれあれごめんなさい全然ごめんなさいもう一回復習してきますごめんなさい。 まあ、さはるさんが映画の予告してたのがガリリオなんですかごめんなさいごめんなさいなんでやろうマスカレードホテルの続編読んだ、ま、読みましたマスカレードナイトマスカレードイブとかそれは読みましたはい、ガリリオシリーズの最新作が沈黙のパレードなんですね そうなんだあれすごい映画やと思ってなんか勘違いしてました沈黙のパレードーーですあ,あ、新作あれ新作あ、沈黙のパレードの次ガリレオの新作が沈黙のパレード、はあ、まだまだ大丈夫はい、そうなんだ えー、じゃあドラマも予約しとかないとですね予約しとかう,うんえっそんな時間えっいつの間にかもうすぐ9時でしたはいやーはやー実に面白いって映画の予告で言ってましたよね <laughs> それ見て そう早いですね最初ハプニングあってもう今日ダメかもとか思っちゃったんですけど無事に治ってよかったです、うん、<laughs> そうねなぜかたてがみになっちゃってねもうすぐね9時になっちゃう早くないですか時間 なんかすごい運動とか筋トレとかしてる時の1時間はすごい長いのにこうやって皆さんとお話ししてるとすごい短く短く思えちゃいます多分ね本当に毎回コメントくださるからですねあそうひいこぱんが助けてくれましたひいこぱんありがとうなんかさっき見て見てたよって何来たので多分見てると思いますありがとうひいこぱん 助かりました、おかげでね、ほん,と,うーんということで、じゃあギフトを読み上げたいと思いますはい、じゃあ13位から読みます10あ、ひいこぱんは北川ひいろちゃんのことですはい13位、サティさん、ありがとうございます

9位ベルカンさんありがとうございます。9。9。<laughs> 難しい。はい8位バルタン太郎さんありがとうございます。8 <laughs> はい。おろ？おろ待って10位。あ。ね 十一、ハンスケさん、ありがとうございます。はい、十位、葵ちゃんさん、ありがとうございます。はい、えっと七位が千代二十二秒さん、ありがとうございます。はい、と六位が M C K M C K I Z Z アットマーク H K T Four T e i g h 韓国ファンさん、ありがとうございます。六 はい、五位があ五位がサティさんありがとうございます。はい四位がリドさんありがとうございます。はい三位がコミさんありがとうございます。はい二位がユーマさんありがとうございます。 はい、1位がウエマンさん、ありがとうございます。1位は。<わ>はい、<laughs> ありがとうございます。本当にありがとうございました。